はい、こんにちは、サルウィンです。とってもかっこいいですよ、ダーリン。あざーす。重いすっごい重い。なんかなんだろう、やっぱなんかちょっと Wi-Fi の調子が良くないのかな。で、今日はですね、で、戦国乙女、天下無敵の乙女バトルの、実況していきたいと思います。今日はガチャパートの予定なんですけど、そう、親密度が100を超えると、勝利っていうか、まあ、ね、嫁に、なんか、物をあげることができると。それにはカステラ欲しがってるけど、まだ持ってない。あげない、ごめん。で、捜索、忘れてた。おかえり。なんか定期的にやった方がいいんでしょうけどね。やばい、めちゃくちゃ重いな。やっぱなんか、バイク。ダメですね。やっぱちょっとね、実況するならやっぱリビングの方がいいかもしれない。実質は、ちょっとね、実況向きではない気がするな。窓全開で開いてるしね。出た。でガチャなんですけど、さっきちょっと見たんだけど、春菜で引けるこれ。なんかさっきね、引こうと思ったら、あ、春菜ガチャか、こっちか。あ、なるほど、さっきこっち見てたんだ。なるほど。ああ、そういうことか。これは結局課金だからこれがついてくるっていうことか。あ、なるほど。春菜の方はそんなに得点ついてないですね。なるほど。なんだ。なんてことはなかったです。いや、結局どっち回すか悩んで、キャラの方でいいかってことにしたんですよね。ちょっとぶっちゃけ言うと、もう総理も引けたし。そうなんだよね。どうしよっかな。でも、松永と大貝しか引いてないんだよ。いやー、なんか秀明とか、信様とか。家臣小路もまあ嫌いじゃない。ヨシテルさんはもちろん嫌いじゃないけどね。いやー、でもこっちの方がいいのかな。復刻だもんね、復刻。こっちにすっか。こっちにさーす。お願いします。レインボー。あー、レインボーない。なったか。お、秀吉ちゃん、星4。オーガイか。まあまあ、オーガイ、星4。あ、パッとしねえ。やっぱこっちの方が良かったかな。まあ、しょうがないな。お、ヨシテル様の星4。ハロウィンのやつ1個も出ない。見つけてか。見つけてよかった。今、防具なかったしな。てか、武器とかはちょっとまたないのかな。はぁ、というわけで。なんかパッとしない結果だったかもしれませんね。まあこんな感じでした。で、今がね、チャレンジモードがまだで、あ、もう明日までか。言うてですけどね、1位から500位ランキング報酬ありか。まあランキングいくつよ、私2000位とかじゃないの。だから自分の順位が見れないっぽいな。スコア報酬。スコア報酬もあるんだ。5000からか。厳しいかな、まだ。ちょっとまだ、始めたての私には向かないかな。まあ、そんなとこですかね。やっぱキャラガチャにした方が良かったかも。なんて今更後悔。で、今、ストーリーがちょこちょこ、ストーリーじゃないな、これは。まあ、出陣がちょこちょこ進んでますね。ストーリーはまだできないですね。今ここの辺の違和感は私の気のせいということにしておいて、ありがたく頂戴していこうかなと思います。で、ストーリーがね、まだすごい難しくて、てか一回多分、まだ動画上げてないかもだけど、ね、まあちょっとやっていこうかなと思うんですけど、これはまだまだ先ですね。ちょっとまだまだ出陣をしばらくやって稼いでいこうかなと。次回は、てか、いつまでだっけ、このガチャがいつまでかちょっと気になるんだけど、できればね、もうちょっと、いつまでとか書いてないんですよね、これね。どっかまたお知らせで書いてあるのかもしれないんですけど、
ちょっとまた頑張って貯めて春菜をねちょっと回していきたいかなと。はい、そんな感じで、じゃあ今回これで終了です。お疲れ様でした。バイバイです。